さあ始まりましたビジネスビジョン、ナビゲーターの宮澤ミッシェルです。そして吉利愛理です。よろしくお願いしますね。お願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですがミシェルさん、不動産業界には一般人の私たちには馴染みがないしきたりや慣習が多いんですよ。あ、そういうルールはね、僕は弱いねどういう契約条項があるのかとかね、しっかり読んでそうで読んでなかったりするから、そうですね、不安だね、うん、不安もあると思うんですけれども、うん、今回は不動産業界でお客様を第一に、より良いサービスをより安く提供するこちらの企業様です。株式会社不動産流通システム代表取締役深谷十三、創業は2008年、激戦区が連なる首都圏を中心にマンション売買の仲介を行い、年間158億円の仲介取扱高を誇る。すべての営業スタッフに対し宅建取得を義務付けるなど、妥協を許さない事業を徹底し、その有益性を利用客へと還元する。今回は平成バブルが招いた不況を乗り越え、不動産業界へ新たな風を呼び込む不動産流通システム、通称レッズ、注目の企業をスタジオに招いて詳しく話を聞いた。深谷様が不動産の業界に入られた時は、はい、どういった業界はどのような状態だったんですか？はい、業界に入ったのは、はい、かなり前でして、ちょうど平成に入って間もなくの頃です。周りはまだバブルの真っ最中で、不動産業界というのは本当に異常な業界に感じました。素晴らしい感じですか。そうですね、私がそもそもその前にいた前職が町の電気屋さん、ナショナルの家電のショップ店に勤めておりまして、そこで、お客様とのなんて言いましょうか、その仕事というものを教わったわけです。それがこの業界に入ってきた途端に、お客様本位でなくて、業界人本位といいますか、誠にこの身勝手な業界だなと、とても感じました。不動産業界自体がですか？そうですね、はい、そうか、今までその電気関係のところにおられた時には、はい、もっとこう親身なおもてなしというか、そういうことですか？はい、特にナショナルのショップ店というのは、はい、松下幸之助の教えの通り、お客様に対する姿勢というのは、天下一品のところがあるのかもしれないですけども、この不動産業界は当時のバブルの時なんか真っ最中は特に、お客様のことというのは考える業者というのは、ほとんどなくて、お客様を尊重するというような言葉はおよそ聞いたことがなかったですね。そのような時期を経て、現在は独立し事業を行う深谷が今に至るまでにどのような経緯を歩んできたのか、さらに詳しく話を聞いた。当時、この業界に入った時にですね、自分としては一生懸命この仕事をやったわけですけども、お客様の中には自分を信頼して、例えば買い遅れないように深谷さんにもじゃあハンコと頭金と預けておくから、いい物件あったらもう買っちゃってと、そこまで言ってくださる方なんかもいたりして、ところが実際に自分たちがやっているこの業界を、この内側から見てますと、およそそういったお客様のこの期待に応えられるものではなかったわけなんですね。で、そんなことをこう経験してやってますと、なかなか自分自身が前に進めなくなりまして、それで自分のようなこの考え方が受け入れてくれる会社がないかなと、探したんですけど、やっぱりないんですね。当時は本当にないんですね。それであればじゃあ自分でやってみようと、そういうことでこの業界で自分で設立して始めたのがきっかけです。顧客の期待に応える事業をモットーに、レッズではあるサービスを展開している。一体どのようなものなのか、さらに詳しく話を聞いてみた。レッズさんでは、はい、仲介手数料が最大無料というふうにお伺いしたんですが、はい、本当ですか？最大無料と、無料にならなくても、半額ということでやっております。と言いますのが、不動産の売買で一般に仲介手数料というのが発生しますけども、
これは宅建業法で上限が 3% プラス6万円この範囲でもらいなさいということで決められています。あ、上限があるんですか。上限があります。これ昭和45年ぐらいに決まってることなんですけども、ただこれは上限を決めていて、ここまでの範囲で受領しなさいという決まりなんですね。あくまでもこれは決まった金額ですよということではないんです。ところがこの業界、ほとんどの不動産会社は、あたかもこれが法律で決まった正規の金額のように、示して、この上限いっぱいを常に受け取る、こういう召喚集です。ここもですね、いろいろ工夫によって、手数料を安くすることはできるんではないかと、例えば当社いろいろと、経費を節約する手法を取ってますけども、そしてこの手数料を、安くと、これを表に打ち出しながら営んでいるということです。ほとんど大きな物件でも小さな物件でも、その上限いっぱいいっぱいを手数料として、はい、普通は、はい、今は取っちゃってるんですか。1000万円の物件でも5000万円の物件でも、3% プラス、1億円の物件でもみんな 3% プラス6万円ですね。取っていいんだから、もう全てそこ取るというのが暗黙の了解みたいになってるんですか。はい、なってますね。それは我々は困るね。お客様のためかって言ったら違いますよね。他にも囲い込みっていう問題があるっていうふうに聞いたんですけども、はい、囲い込みっていうのはどういうものなんですか。はい、この囲い込みというのは、不動産業者はお客様から、売買に携わった時に、その物件の価格の 3% プラス6万円、これを、上限として受け取ることが、許されているわけです。これはですね、片側の例えば、売り手さんと買い手さんといらっしゃった時に、片側から3% プラス6万円であって、双方から同時にもらってもこれは構わないわけです。そうすると、一つの取引でもし、売り主様と買い主様と双方から受領することができれば、2倍の手数料の収入になるわけです。ですので、不動産業者はほとんどここをですね、目指して仕事をしています。そのために、例えば受領した物件を他社にはあえて扱わせないようにブロックしてしまうと。本来であれば他社にはその物件をすぐにでも購入するぴったりの方がいらっしゃったとしても、これは自社にお客様が見つかって、自社に直接手数料を払ってくださるお客様が現れるまで他社には紹介させないと、こういった行為が囲い込みと言われています。5年ぐらい前までは結構いろいろですね、業界内でも苦情を言われたりしましたけども、今だいぶ変わってきまして、どんなサービスであってもいろんな競争があるのは当たり前ですし、不動産業界だけが、手数料の安売り競争をしてはいけないと、これ自体がナンセンスですので、だいぶ変わってきてると思います。なるほど、なるほど。徐々に変化する業界で、他社との差別化を図るため、レッズが導入したある制度、その取り組みは一体どのようなものだったのだろうか。例えば、売り手さんは依頼して手数料を払うからには、自分にとって一番有利な、突き詰めますと一番高く売ってくれと、こういうふうに期待します。他方で買い主様は手数料を払うんだから、自分にとって一番条件よく、つまりは一番最も安くということを希望します。この双方を、はい、分かりましたというふうに結びつけることはこれはできるわけがないんですね。ということで、当社はそこを明確に、売り主様からのご用命については、それのみに忠実に、買い主様からのご用命についてはそれのみに忠実に、つまり両手仲介を一切やりませんので、お客様は、売り主様また買い主様のそれぞれのどちらかだけです。これが専任のエージェント制ということになります。はあ。そんな多くの顧客支持を集めるレッズでは、ある画期的なビジネス戦略にも着手をしていた。不動産会社はですね、お客様から売却の依頼を受けますと、その物件、これを広告に出して、この物件を購入するお客様を募るわけです。そして自社で、募ったところ、自社にそういうお客様が現れれば、めでたく両手仲介ということになるわけなんですが、当社はそもそもその両手仲介というものを行っておりませんので、依頼を受けた物件については、
この不動産会社のネットワークのレインズというところに登録して、他の会社に一斉に広告を出していただくことにしています。他の会社も当社が広告を自ら行わないので、一生懸命この広告を出していただけるわけですね。例えば物件を販売したくて、大手の看板を頼りに、例えば依頼をすると、業界最大手と言われる不動産会社であっても、その事業者数は全国の不動産会社の 0.08% に過ぎません。そこの中で先ほど申し上げたように物件を囲い込もう、自社でお客様をつけようということで広告活動をしてしまうと、実際はわずかな量の広告しか市場には出ないと。他方で自社で広告を打たずに一斉に全国の事業所に協力してもらって販売活動、広告を行った方が、これは明らかに多くの広告も出ますし、短期で販売が可能です。当社については今言ったような自社ではあえて広告を行わず、他の不動産会社様に一斉に行っていただくと、こういう手法を取っております。レンズさんのスタッフさんたちは一体どういった方が多いんですか？当社のスタッフはですね、私が53歳なんですが、まず平均年齢からいきますと、40歳後半、毎月のようにスタッフ増えてますけども、40歳ぐらいでですね、入ってきた途端に、若手が来たとみんな喜ぶぐらいですね平均年齢がまず高いと。でとにかくみんなベテランです。業界10年20年、もちろん宅建士というようなこの、我々の必須の資格というのはもちろん全員持っておりますし、それ以上の資格も持っております。他社でですね、第一線で支店長級で働いていた、人間がですね、やはり違和感を感じるわけですね。お客喜んでいただいたお客様からまた紹介もいただいたりして、ただですね、やってるその業界の慣習というものを、実際身をもって知ってますので、なかなか前に進めなくなった、そういうスタッフが集まってきてます。お客様の反響はいかがですか？はい、まず手数料が安いということですので、仮に5000万円の物件を買ったとしますと、一般には手数料が約150万円、消費税加えますともっとかかるわけですね。当社の場合ですとそれの半分で済むわけです。あるいは全くゼロで済む時もあるわけです。この浮いた分で例えば家具を揃えてみたり、この浮いた分をあらかじめ見込んで当初予定していたよりも、1ランク、ちょっと広いもの、1ランク新しいものを購入できてみたり、非常に好評です。またこのエージェント制ということで、売主様については売主様だけ、これはですね、お客様の中に例えば投資家の方なんかは反復継続してこの反ベテランみたいな方もいらっしゃるわけです。こういう方たちはこのエージェント制のこう合理性を非常によく理解していただいて、もういつでもですね、毎回毎回もう何回もご用命いただく方もどんどん増えてます。常に顧客の立場に立ち、必要となるべきものを提供し続ける深谷十三、そんな男が次に掲げるビジョンとは。一つ一つの取引でですね、皆さん喜んでくださいますので、今首都圏、一都三県と言いましても、どうしてもやはり東京、それから近隣については、ターミナル駅から30分程度のところというところになっております。ただ先々はですね、もっともっとエリアも広げながら、多くの方にこのサービスをお届けしたいと考えています。言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは。天の時、地の理、人の和。天の時を得ても地の理がなければ成就することはできず、地の理を得ていても人の和がなければ成就することができない。人と人とのつながりから新たなビジネスが生まれる。これが不動産流通システム深谷十三にとっての格言である。